来た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 、うわマジかマジかマジか、頼む頼む頼む、ブリッツ。はい、おはようございます、岡田翔輝です。今日やってきましたのが、北関東、まあ、いつもの城沼とか宝沼、近藤沼っていうエリアなんですけども、今回ご紹介する釣り、こちらですね、クランクベイト、まあ、クランクベイトを使って、1日釣りしてみようと思います。まあ、実際どうやって、モデルを選んだらいいのかとか、まあ、基本的な巻き方だったりとか、まあ、色のチョイスだったり、そんなところに注目してみていただけたらと思います。自分的にはもうとにかく釣れるだけ釣るという目標で、頑張ります。よろしくお願いします。とりあえずは、タイニーブリッツ MR のバットチャートブルバック、まあ朝まだ薄暗いんでね、一番魚引っ張れる色で、いきなり釣れちゃったりして、朝一頭目ででっかいの、そんなことないか。まあいっぱい釣るのと、とにかくミスしないのだな。いきなり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 、おお可愛いな、でも、あ、可愛かった。よし、はい、とりあえずお友達サイズでした。元気元気、はい、いい感じ、高速引きでしたね。これが秋よくハマるんですよ。まあ、こればっかっていうとちょっとまた外しちゃってるのかなって気がしますけど、立ち上がりの一本としてはいいんじゃないでしょうか。結構な早巻きできたからな、見えてんだろうな、よくルアーか。でっかいのゆっくりか、ちっちゃいのちょっぱやかって感じじゃないですか、今は。ほら来た、おお、ちょっとサイズ上がった。早巻き早巻き早巻き、あーでも結構いいサイズじゃん。おーバレそう、せーの、よっ、よし、はい、早巻き、ね、とりあえず連発したってことはこの色、このモデルハマってますね。よし、間違いなさそうです。もっとでっかいダメ押しのが来てくれれば確信できますけどね。もうこの護岸、まあどこもいいんですよね、この護岸の平行引きって。特に秋、魚の居場所がもうね、どこにでも可能性があるっていう中で、結構護岸の平行引きってまあ未だにやっぱパワーはあるんですけど、この護岸との距離はまあ毎度調節して、もうピタピタがいい時もあれば、ちょっと離した時がいい時もあるし、さっきはちょっと50、まあ、1メートルから50センチぐらいかな、まあ、こんぐらい離して、でこう高速引きですよね、まあ、結構な速度で巻いてきても、下からこうガツンとくっつくるような、まあ秋っぽい釣れ方ですね。で、まあタイニーブリッツ MR の高速引きは基本的にはボトムつけません。でワンキャストの中に、まあ、1回ボトムかするかかすんないかっていうぐらいですね。まあこうどんどん潜ってって、でまた足元に行くにつれて登っていくんですけど、その一番潜るところでボトムに一回当たるか当たらないか、まあでも基本的に当てない方がいいことの方が多くて、やっぱ軌道が思いっきりそれてしまうことがある。まあ固定重心なんで軌道はそれにくい方ではあるんですけど、やっぱり一回ヒットさせないでもずっと綺麗にこう中層高速引きしてくる方が反応がいい気がしますね。で今食った2匹もフロントフックこう下からバクって食ってきたような、ボトムに小づくと結構テールフックからかかることの方が多いんですけど、両方ともフロントフック加え込んでたんで、中層をこうガーって巻いて下からバーンと食うような
今の2匹はそんな釣れ方。タタラ沼に移動してきました。で、今もう見てわかるんですけど、減衰、まあ冬の水位に減衰したっていうことで、ボトムのこの硬いのがずっと伸びてるのが露出してるんですよね。で、そこをちょっとブリッツでこづいて、なんとか目の前に通ればいいかなっていう感じで、まあ魚影は濃くなってるはずなので、ちょっと刻んで刻んでやれるところまでやってみて、まあ状況を見ながら他のところに移動したりとか、まあ、ちょっとここで粘ったりとかいろいろやってみようと思います。いやー、こらんよ、すごい、みんなライオン、かわいい。マッティシャローのカッパリは平行引きから始まります。キャスト覚えるのでもいいですよね、まっすぐ投げれるから。ダメか。小魚すごいけどな。風があったらいいかなって思ったんですけどね。どうしようかな、次平行引きできないな。対岸の方が巻きやすかったら、まあいいや、帰り対岸やるや。まだ焦る時間じゃない。フラグ、おっしゃ。ああ、でかいでかい。何が来ちゃった。でかいです、でかいです。これを焦ると、今日の一日が乱れちゃうんで、これはでも抜けますね。がっつり来ますね。この途中にバタバタすると、取れちゃうんで、しばらく頼むぞ。落っことしちゃったらごめんなさい。よっ、おいしょ。うわー、桜に当たっちゃった、危ねえ。来ました、タイニーブリッツ MR。そんなわけで今釣れたのはこれですね、タイニーブリッツ MR。 はい、今回城沼とタタラ沼、やっていく上で、まあ色田クランクベイトを使ったわけなんですけども、一番基準なのがこれブリッツですね。で、まあもうベーシック
一番オリジナルのブリッツが自分の中では基準になってて、でちょっと潜らせたいときこちらブリッツ MR 使いますね。で連続してボトムドックするときなんかはこっちの方がリップが長いんで、こっち MR の方をよく使います。でまあやっぱりいつでもクランクベイトにはまる状況、ブリッツにガツンと食ってくる状況っていうのは少ないので、そういったときはこういうボディサイズをワンサイズ落として、タイニーブリッツの MR で、ブリッツのオリジナルと、タイニーブリッツの MR、 まあ MR って名がついてるんですけども、先行レンジ的には、ほぼ同等になるん で同じような層を攻めることが可能です。まあ今回活躍したのはこっちですね。まあ、なんやかんや一番魚を手堅く釣れるし、で大きいバスも食ってくるし、一番実践的なところかなと思います。でまあなんて言うんでしょうね、そのスポットごとにもちろん水深も変わってきますし、自分が狙いたい層ですとか、自分が狙いたい沈み物に対して、最短で、こうボトムノック向かわせられるクランクベイトはどれかっていうのをこうそれぞれ投げながら考えてもらうと、まあ、いいかなと思います。投げすぎてもやっぱりボトムをずっと引いてくることになってしまうんで、根掛かりが増えてしまったりもしますし、で必要最低限のキャストっていうんですかね、まあその1回投げてで潜ってって1回ボトム当たるか当たんないかで手元に返ってくるっていうのを一番快適に行えるブリッツはどれかっていうのをまあ考えながら、まあ主にこの3つ使い分けてもらったら間違いないかなと思います。今回はそんな感じでやってきました。はい、ブリッツ MR にしてみます。ブリッツ MR、 はい、恐る恐る潜りすぎだとは思うんですけど、潜りすぎると感じたら竿を立てることですね。立てすぎも良くないですけど、これでだいぶ先行振動は抑えられます。今までがうまくいきすぎてたんだな俺。食べて。ああ。やります。スモラボも好きですよ、秋。よく釣れますよね。来た。かわいい。よし。いい食い方しましたね。バーブレスですからすぐ取れます。はい、あまりに可愛い。まあでもありがとうございますって感じですね。ねえ、それすると不意にちょっと違うとこ投げたいときに嫌なんだよね。よっぽど冬とかだったらやるけど、これですね。来た。ああ、でも同じサイズだ。よっ。うん。ほい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 。はい、連発。かわいいけど、餌食ってます。はい。いや。
恐ろしいですね、この壁際。やっぱ壁際は裏切らねえ。ライムチャートがいいっすよ。行かね。行け。蚊がすごい。来た。おー、マジかマジかマジか。頼む。来た。よっしゃー。よっしゃ。来た。こんなことあるんだ。うわー、すげー。こんなことってあるんだ。わー。はい、今回ブリッツシリーズを使って、マティシャロでおかっぱりしたわけなんですけども、まあ行く場所ごとによって水深も当然変わってくるんで、それに合わせて、ブリッツと先行振動を合わせて、モデルを選んでもらって、でとにかくいろんなところを、巻いてみるというのが大事だなっていうのを僕を身をもって、体感しました。まあ秋これからどんどんバスが、散ってって、でどんどんエースを活発に追うようになるので、クランクベイトハマるシーンっていうのは多くなるんじゃないかなと思います。皆さんもぜひ、クランクベイトブリッツシリーズ持ってフィールドに出てもらって、でその場に合ったブリッツシリーズの、モデルチョイスしてもらって、どんどん投げて巻いてとにかく釣っていただけたらなと思います。はい、今回はありがとうございました。